皆さんこんにちは。おお、テンションすごい。マジカルパンチラインの沖口優奈です。今日はなんと沖口優奈タロット占い動画ということで、今日はメンバーを占っていきたいと思います。はい、ということで本日はですねゲストをお呼びしております。それでは登場していただきたいと思います。ゲストの増田珠希、山本花です。お願いします。ということで、はい、意外とメンバーのことを占ったことがないという有識自体、ね、なので今回はまずは2人のことを占っていきたいと思います。やったー、ありがとうございます、沖口先生。はい、ということでね、今回は2人の仕事を私のタロット占いで占っていきたいと思いますので。仕事なんですか？仕事です。仕事なの？どうしよう、悪いさっきの悪いカード出たらどうするんですか？ちなみに私、自己紹介としましては、はい、人情占い師と呼ばれていた時期がありまして、どんな悪いカードでも最終的に人情でいい感じにするっていうのを売りにやらせていただいてます。いい感じにしてくれるんですね。はい、人情占い師だから安心安心安全お気口を過去現在未来っていう、うん、3種類占うっていう方法があるので、はい、今日は過去、現在、未来のパターンで占っていきたいと思います。はい、ということでまず花占っていきたいと思うんですけれども、まあ私はね、ステラ・カウルコ先生というね、はい、タロット占いの日本人での第一人者の方に直々にマジカルパンチラインで初期の時に勉強させていただきまして、でそこをもとに占いはさせていただいているので、カードとかこの下に引いてる紫のやつとかも、うん、セラカオルコ先生のやつです。すごい、直々いただきました。ここに S、 はい、 S が入ってるんですけど、 S かっこいい、ということで占わせていただきたいと思います。それでは山本さん、はい、仕事運を占っていきたいと思いますので、まず過去、現在、未来3枚選ぶので、過去のカードから指さして直感で選んでもらって、はい、で直感なのそれ、ね、じゃあこの辺なんだけどさ、うん、これだって思うカードで、これ、はい、お、じゃあ現在、現在は、現在はね、こっち、未来、未来、本当に未来、未来は、未来が大事だよね、人生だからそう、過去よりも未来だ、この子で、はい、3枚も、私の未来、それでは過去から見ていきたいと思います。いやー、これ怖いな、過去何？山本さん、仕事の過去のカードこちらです。どう、こちら節制のカードというカードなんですけれども、うん、まあこのいらないものをどんどん捨ててっていい循環にしていくっていうのがうまくできていた、うんうん、うわ、素晴らしい、出ています。やっぱりこの仕事をするにあたって、いいもの悪いものって自分の中のこの感情もあるし、周りの環境だったりもあるし、いろんな要因はあるんですけど、それをうまいこと自分の中でいらないものは流しちゃう、でいいものだけを取り入れるっていうのがうまいことできてたんじゃないかなというふうに思います。かっこいいですよね。まあ、いい感じです。かっこいい感じです。もう飛び抜けてもめちゃくちゃ仕事運が良かったっていうわけではないけど、ちゃんとそのね、自分の中の、うん、ができてたのかなというふうに思います。今めっちゃ占い師っぽかった、うん、この循環がね、しっかり循環がね作れていたんじゃないかなというふうに思います。どうしよう、現在めっちゃ悪かったでしょ。現在、もう今の今ですね、今の現状の山本さんなんで、現在こちらです。塔のカードです。なんで、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 塔のカード、なんで、その、すごいんですか、なんです、大丈夫ですよ山本さん、今ちょっとうっすら聞こえたんですけど。2人
じゃあ塔のカードというカードで、まあ、仕事運としてはだいぶちょっと下がってる状態ですね今。ただ今結構あの瀬戸際というか、あの命、まあそうね、なんか気持ちだったりとか、まあ仕事上のミスから分かんないんですけど、仕事下がっちゃってるので、一回その悪いことが起きちゃったりとか、花が奈落の底に落ちちゃうようなことがあると、しばらく戻ってこれないっていうカードなんですね。え、待って、それ花スタッフさんに言われたんだけど、え、ねえ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 、落ちるっていうのでもいろんな要因があると、いろんな面があると思うんだけど、自分の中で例えばうまくいかなくって気分が落ち込んじゃってとか、ミスしちゃってこうテンション下がっちゃってみたいなので、その時にもうどんどん気持ちが沈んじゃうと、沈んだままなかなか上に戻ってこれなくなっちゃう。だからできるだけ自分の中で落ちちゃう前に何とか止める、対策をするっていうのは今からでもちょっとやっといた方がいいんじゃないかなというふうに思います。かしこまりました。スタッフさんにも言われた。スタッフさんに、山本はここが深すぎるって言われた。あ、この下の部分ね、落ちたところのここ、落ちた部分。花ちゃんってさ、ポジティブだけどさ、一回こうなるとさ、結構こうじゃん、こうなるよね、戻ってくるのね、戻ってこれないんだ。そうだから、そのね、ここの花のこの深すぎるここに行ったら、しばらくこうもう戻ってこれない。ダメ、そこに行っちゃダメだよ。そこに行かないようにしないと。はい、大変なこととか、思うようにいかないことがあっても、なんとかこうグッと耐えて、なんかここを乗り越えたらいいことがあるかもしれないっていう気持ちで、なんとかそこに落ちないようにだけ気をつけてもらえたらなと思います。かしこまりました。これ現在なんで、未来がある。未来が、未来が、私には未来があります、はい、まだ未来の。もう悪いカード出ちゃったもん、ね、そう出てるから。そう、もうね、伸びしろしかない、そう伸びしろしかない状態よ今もう。おー、一番悪いから。素晴らしい。一番悪いけど、いいじゃん、こうなるもんね。あ、そういうことなんで、こっからだったら、本当だね。はい、ということで、はい、未来のカード、山本さん仕事の未来のカード、こちら。あ、え、何、嘘だ。もう見たからにやばい、もうここ来れない。これ何ですか。これ死神のカードっていうカードなんですけど、あの、まあ、やば、なんて言うんだろうな、まあ、落ちちゃうんだろうね、きっと。あ、落ち、闇落ちってこと。やばいやばい、きっと落ちちゃったんだ、うん、落ちちゃうんだと思う。落ちちゃった話、闇落ちするんだ。落ちちゃうんだけども、うん、まあ、未来としても、まあ、仕事も今言ってしまえばそんなに良くないカードではある、うん、ですが、やっぱりこの、まあ、一回落ちちゃいます、ここで、はい、気持ちがこうグーンと何かしらでこう落ちちゃいました。その時にすごく大事になってくるのが、もうここができなくなっちゃうわけ、花も。あ、バラ、この自分の中で必要なものと不必要なものを見分けて、その不必要なものを流していく、そう、それができなくなっちゃうの、こう落ちちゃうとね、やっぱり。でもやっぱ未来少しでもやっぱ良くするために、このいかにこの奈落の底から戻ってこれるかっていうのはこのカードに出ていて、まあ、死神って釜を持ってるんですけど、やっぱり周りのなんか整理整頓をするのがすごい大事になってくる、うん、おお、じゃあ部屋を片付けた方がいい。そう、もう本当にそういうのもなんだ。もうそう、そういうのも本当に、うわ、部屋が散らかってたらそれを片付けるでもいいし、自分の中で、あ、今自分が落ちちゃってるのってこれが原因なんだろうなとかいうものがあるんだったら、それを何とかして自分で切り裂いて切り捨てていくっていうのがすごい大事になってくる。だから、まあ、なんかわかんないけど、じゃあパフォーマンスがうまくできなくて落ち込んじゃいました、でも沈んじゃって奈落の底まで落ちちゃいましたってなった時に、まあその時ってね、落ちちゃってる時って周り見るのってなかなか難しかったりするから、あの、難しいことではあるんだけど、一回自分の周りを見渡してみて、自分の中のこともそうだし、取り巻く環境もそうだし、見渡してみて、あ、これって今の花にとってなんか良くないんだろうな、まあ、部屋が汚いってやっぱ気持ちが沈むの結構つながってるから、部屋をじゃあきれいにしてみようっていうことだったりとか、じゃあ例えばなんか、あの友達、花にとってあんまり良くないお友達なんだろうなっていう人がいるんだったら、その人とちょっと距離を置いてみるだとか、あと仕事で例えばなんかストレスがあるんだとしたら、そのストレスをいかに排除していくっていうのを自分で考えるっていうのはすごい大事になってくると思うので。なるほど、落ちないようにね。
そう。でもまあもしかしたら落ちちゃうのかもしれないんだけど。だからもしかしたら来年ぐらい闇落ちしてるかもしれない。そう、もうこう沈んじゃってる時が来るかもしれない。近々。近々。そう。皆さん支えてあげてください。うん、まあでもこうじゃないからね、まだ。うん、確かにこうしたらちょっともう危ない、うん、そうそうそう、まだこの死神のカードっていうのは、うん、よくするために何かできることはあるから、うんうん、なんか落ちちゃうかもしれないけど、その時にこのカードのことを思い出してみてください、うん、かしこまりました、はい、すごい人情がすごい、素晴らしいですね。でちょっとさ今気分あんま良くないじゃん、うん、悪いカードで終わっちゃって、うん、あの救済のカード欲しい。じゃあこの未来にならないためには、うん、例えば塔のカードで落ちちゃった時に、うん、どういう風にこの気分を上げていけばいいんだって分かんないから、うん、それを1枚選んでもらいましょう。もう救済はこれ、あお決まってる。山本さん救済のカードこちら、お魔術師のカードっていうカードなんですけど、うん、マジカルパンチラインですか。そうマジカルパンチラインが必要です。まあまあでもあながちそのずれてはなくって、うんうん、この魔術師のカードっていうのは、うん、何かをやり遂げるために自分の中に手札を増やしていくことが、うん、あのいい運勢になっていくとか、うんうん、いい未来へつながっていくっていうカードなので、うん、まあ、あのちょっとしんどかったりとか大変だったりはすると思うけど、うん、じゃあ自分に足りてないものをこの期間の間に何か習得してみようとか、うんうん、特技を増やしてみよう、趣味を増やしてみようっていう、なんか自分の中で自信がつくような手札をどん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 持っていくと、未来的にはちょっと救いになるんじゃないかなっていう、それが花を救ってくれるんじゃないかなというふうに思いますので、はい、自分の中での手札を増やす特技、趣味、武器になるそうなこと。麻雀ですか。あ、最近好きなもん ね。最近 YouTube 見始めて、うん、こうアプリで頑張ってるんですけど、うん、頑張ってるの。あ、じゃあそれもやっぱ一つのやっぱ手札にはなると思うから、うん、その調子で、うん、あのその麻雀を麻雀をあの、うん、まあ、自分の特技にしたり趣味にしたりとかっていうのは、うん、花にとってあのいい未来にするためにすごい必要になってくることだと思うので、その調子で続けてもらえたらと思います、はい、頑張ります、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。結構すっきりしてるかも今。あ、よかったよかったよかった、満足度、ね、満足度高いです。はい、じゃあ続いて増田さんを占っていきたいと思います、はい、正直私も、うん、自信がない仕事なの。あ、嘘、あんま良くなさそう。でもめっちゃ優しそうな感じ。いや本当によく言ってる、うんうん、いや私仕事向いてないとか言っちゃったなんかちょっとうまくいかないことも、ね、よくある。 OKOK、okay, okay、じゃあ、うん、それをちゃんと占っていきましょう。いい感じにしてほしいです、うん、いい感じにしてほしいです。私別にそのあの魔術師とかではないのでマジカルパンチじゃないです。まあ一回占ってみましょうか、はい、じゃあ過去現在未来で1枚ずつ直感で、はい、選ぶの難しいな、ね、難しいよね。はい、はい、直感、はい、お早い、はい、お直感型、はい、それでは怖い、怖いね、あんま怖そうじゃない、怖いよ、怖いよ、どうするの塔のカード、なんか歯が出てる人いるからカードここにいるから隣に、あ、よかった、うん、ちょっと安心、ま、ね、ちょっと安心。じゃあまず過去から見ていきたいと思います、はい、ドン、おこれ皇帝のカードっていうカードなんですけど、仕事めちゃくちゃいい、昔は良かった、よかった、あよかった、過去うん、あの仕事めちゃくちゃ良かった、うん、あのでも結構その玉木に合ってるっていうか、うん、確かにそうだなって思うところあるんだけど、うん、皇帝のカードっていうのは、まあ、王様を表してるんだけど、うん、自分がやりたいこととか、うん、こう進めていきたいなっていうことってさ、うん、王様ってさ、うん、イメージね、うんうんうん、実際の王様はどうか分かんない、うんうんうん、イメージやっぱりちょっとワンマン的に動くというか、あ、確かに、そのあんまりその、うん、どう思う、どうかな、やめといた方がいいですよ、そうだよねってやめる感じがないじゃん、やだ、ちょっとその俺がやるって言ってんだからやるっていうカードなのよ。でそれでうまくいくっていうカード、おーだから、まあ、玉木ってあんまりさ人のお話聞かない、うん、ところあります、この、ね、うん、なんかあのアドバイスとかも、うん、そこまでさやっぱ確かにあんまりあの言われて分かりましたそれやりますってタイプではないじゃんか、うん、それがすごいうまいことを、おお、あの、うん、自分のこの仕事につながってた、昔は、まあ、過去は今はここからまだカード開いてないから、もしかしてアドバイス聞けっていうカードが出るでもただ
ここまでの道のり的にはその玉木の自分がいいと思うものを貫くっていう姿勢というかやり方は間違ってなかった。よかったです。それでうまいこと言ってたっていうか間違ってなかった過去の自分、過去の自分じゃあ現在の自分、はい、うわ怖いこれ、どん、あ、これ戦車のカードっていうカードなんですよ。なんかすごい豪華、すごい、もうこれほんでめっちゃ仕事いいのよ、めちゃくちゃいいのよ。で、あの、まあ、皇帝のカードと結構方向性は似てるんだけど、ほんともうイケイケゴーゴー、何をやっても、もう戦車のようにこう突っ走ってって、もう行く方向行く方向うまいこと行くっていうか、すごい道のりがどうであれね、例えば敵が出てきてこう戦うこともある戦車だから、でもだとしてもうまくいく、最終的には勝つっていうカード。あともう一つ仕事運で含まれてるのは海外進出がいい、海外がこの合ってるというか、だからその、はい、まあ、TikTok とかね、それこそさっき結構 SNSTikTok とか頑張っていると思うんだけど、うん、そういうところからもしかしたら海外につながる可能性もあるし、まあね、あの違う国からバズったりとかもたまにしてるじゃんか日本じゃない国でバズってたりもするので、そういう SNS、うん、TikTok を引き続き頑張っていく、うん、言ってるというか、まあ、うんうんうん、頑張っていい感じになってる、めっちゃいいカード、今のとこすごい流れてる、いいな、これ一番大事なの未来なんですけど、そう、あ、違う、あの結構イケイケゴーゴーな感じで、こっから出尽くしちゃって、ね、こうなっちゃうかもしれない出尽くしちゃって、色めっちゃオレンジじゃん、ね、オレンジだ、似てるのよ、どうしよう真っ黒になったら、そう、あるね、突然あるね、落ちちゃうから、ね、私と同じかもしれないから、いや落ちたくない、ね、で未来、はい、見ていきます。未来のカードこちらです。宇宙のカード、宇宙、これがもう宇宙すごい、すごい夢が叶うっていう夢で、すごいよこれ、こんなことある、みんな多分ダウンと言ってるよ、びっくりしてると思う、この子仕事運めちゃくちゃいいじゃん、多分やってると思う、マジで、あのこのカード、宇宙のカードっていうカードは、うん、タロットカード、この今この大アルカナっていうあのカードの種類でやってるんだけど、まあゼロ、あの生まれた瞬間、人が生まれた瞬間からこう成長してって、で最後の人生の終わりじゃないですけどまでを描いてるのね、一人っていうか、まあ、人の人生のこの順序になってるの最後のカードです、これが最後なので、もう未来一旦もう今の増田珠樹の中で最高潮まで到達しちゃうカードなのよ、もう一番上まで行っちゃう、増田珠樹ので、そう未来に、だから仕事も本当にいいし、うん、もう運勢すごくいいんだけど、玉木がこの未来上に行って次に、うんうん、あの上に行きたいって思ったらまたゼロからのスタートになるのよ、そうやって、あ、新しいフィールドだったりとか、また違うところからまた始まるんだ、そう、新しいものを何か取り組んで、うん、そっからまたこのいい風になっていくっていう、うん、あとはもう一回ゼロに戻って何かをやっていくっていうのしか残ってないっていうカードだから、うん、本当に夢が叶ったりとか、今の現状の増田珠樹の中で一番いい運勢まで、一番いい仕事まで上り詰める、やりたいこと夢叶うよっていうか、すごい、すごい、すてことある、見て、私一番最初にやってよかったと思ったそうだね、この後だったら余計ちょっと落ち込んじゃうよね、落ち込んじゃうと思うでもすごいいいカードだから、うん、そのまあ、今その TikTok 頑張ってるとか、うん、海外の人に見てもらえてるっていうのは、うん、継続してっていいんだと思う、うん、でこの宇宙のカードにつながっていく、頑張って TikTok も更新してください、ね、頑張ってください、海外って出てるので、怒られない、上げてください、はい、ということでめっちゃいいカードなので、すごい、え、ちょっとゆなちゃんの気になる、ね、ゆなちゃんの気になる、私もじゃあ自分で占っちゃおうかな、本人で自分でもね占えるんで、うん、タロットいいね、気になっちゃうんだけど、ね、自分のだからいい風に言うとかないですよ、それちょっと思った思った人言った、でもあのいいこといっぱい言ってもらったから、そうそうそう、何も言えない自分もいいこと言ってもらってるから、そうそうそう、言ってもらってる、じゃあ私のお気口なの占いしていきたいと思います、うん、仕事にね、じゃあまず過去から、やっぱこれだな、気になる、おお、現在、未来、これ
だな。おお。え、ドキドキするよな。自分は自分で占うこととかもないから。あ、ないの。ないの。家とかでも占うの。ドキドキしちゃう。びっくり。じゃあ過去。やっぱ自分だから、うん、あ、確かにってなることも多いかも。確かに。そうだね。はい、どうも。これ恋人のカードっていうカードなんですけど、仕事のいいカードなんだけど、なんかその優柔不断だったりとかがちょっと足を引っ張るっていうカードなので、足命時代とかって言ってる。あ、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、足命、やばい、今もよみがえる過去、よみがえる、そう、いろんな方向、そう、だからやっぱ私ね、結構性格的に本当に優柔不断で、あのスタッフさんとかにもなんかもうチャキチャキ決めなよって言われることが多いんだけど、なんか結構その優柔不断が足を引っ張ってたっていう部分もある。仕事としてはそんな悪くはないんだけど、優柔不断によってあんまり良くない面もあるかも。思い当たる節があるの。やばいね。あった。プロデューサーになってからやっぱりさ、なんかさ、こうバスって決めないといけない時あるじゃん。ああ、確かに。なんかどっちがいいですかって聞かれて、じゃあこっちでみたいな、なんか苦手なの。あ、私はこっちがいいと思うんですけどみたいな言い方しちゃうのよ。それダメだな。汗かいた。今ね、現状がそう、過去だから。過去ですもんね。で、現状これの、おこれミラクルのカードっていうカードなんですけど、ミラクル？これチャンスをちゃんと掴めたら、いいのよ。あ、いいのよ。いいの。で、チャンスが転がってくる状態っていう感じ。あ、そうなの？ただ、その自分の中でチャンスだって思うものが来た時に、こうパッて素早く取らないと、ね、ライオンみたいにこの獣の口の中にダイヤモンドが入ってる絵柄なんだけど、これのダイヤモンドがチャンスっていうのを表してて、だからさ、もう、口こうやって開いてるじゃん。ただこう取るときにちょっとでももたってしてたらもうライオンに噛まれちゃうから、うまくいかない、で自分の中でチャンスだなって思うことがあったら、もう素早くそれをチャンスを掴み取りに行くっていうのがすごい大事になってくる。じゃあ優柔不断じゃダメだ。ダメだ、ダメ だ, ダメだ。もうすぐ飛んないと。ゆなちゃんで今の課題が見つかりました。優柔不断チャンスを掴めるかどうかがここに出ちゃうんで、デジモン知れされてるってことだよ。まあ、あのチャンスが来たらしっかりと掴み取りたいと思います、そして、はい、未来、未来、月のカード。月、何でこれ、まあ、仕事運は不安定というか、掴み取れなくて、ゆなちゃんライオンに食べられちゃう、迷い不安っていうのがちょっと出ちゃってるなんか、まあ、チャンスを掴めたか掴めてないかは一回置いといて、まあ、掴めなくってか掴んだ上でか分かんないけど、確かにいい方もあるからね。そう、あの迷いとか不安に陥っちゃうっていうカード、だからまあ言った気持ちが沈んじゃうっていうカードだから、その仕事に関して未来あの不安になったりとか、どうしようっていう迷いが出てくるんだけど、その時にこれももっとチャンスと一緒で、あのできるだけ我をしっかり早めに取り戻して、あの迷いとか不安をこうから逃げないと、ここにサソリがいるんですけど、サソリに刺されちゃう。そんな、ちょっとでもここで迷ったり不安で立ち止まってたらサソリに刺されちゃう。で、サソリに刺されて、そう、やばいやばいってなっちゃうから、迷ったり不安になった時には少しでも早い解決をしないと、じゃもう手遅れになっちゃうよっていう。早く決断しろってことなんだ。本当だね、任せて花が全部断ち切ったり。大丈夫、死神さん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 、死神が、おお、断ち切るぞ、全部断ち切ってあげるから。ちょっとあれだね、優柔不断ダメだね、うん、続いてるわ、ずっと、きっとチャンスもつかめないってことだ、このままだったら。優柔不断でこういうふうに結果が出たので、参考にしながら、しっかりと優柔不断を少しでもなくせるようにね、頑張っていきたいと思います。お、まあ、お二人もね、あの本当に占いはあのアドバイス程度というか、あのね、そうにしていただける、まあね、あの私あのタロット占いさせてもらってるんですけれども、あのセラカオルコ先生最初に習った時に、まあ、この教えてある程度このカードの内容だったりとかあるけど、そこからどう読み解いていくかはその占い師さん次第というか、まあ、カードはもう本当選んでもらった人の直感でそのまま出るもんだから、こっちはまあ読み取り方でこうどういう風に伝えてあげるかっていうので、もしかしたらちょっとね、あの俺私の流派と違うっていう方がいらっしゃるかと思うんですけれども、ぜひ温かい目で見ていただきたいと思います。はい、まあ、終わっちゃったんですけど死神いいカードだっていう人は教えてください。あるかも、その人あるかも、いないかもしれない、いないかもしれない。
はい、ということでね、まあ、またもし何か悩みがあったら、うんうん、多分大丈夫だと思うんですけど、まあ、そのは大丈夫だと思うので、悩みがありましたら、ね、でかい、落ちる前にまたうちに来ていただけたらと預金票作っといてください、はい、作っときます。はい、ということで今日はね、2人お占いをさせていただきました。ありがとうございました。またみんなもたらたらないしてみてね、してみてね、バイビー、バイバイ。この動画がいいと思った人は高評価、チャンネル登録、コメント、友達への共有してね。またね。